はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。今から始めるドラクエ10、続きやっていきたいと思います。本日一緒に行くのは、ジャックさん、キラードロフさん、ネフェピトーさんになります。で、これね、シンの方のね、グランゼドーラ寮にいるブラックジャック10匹討伐雑談になります。で、まあちょっとね、雑談ばかりで申し訳ないんですけども、とりあえず本日だよね、動画が出てるタイミングで本日の16時から、イベントがありますね。視聴者様撮影会&チーム撮影イベントを16時から行います。ぜひね、お時間のある方来ていただけたらなと思います。で、雑談、いつもの通り何を言うか考えておりませんね。考えてやればいいのにね、いつもね。まあ、テレビではね、ちょっと凄惨な事件が、あったりとかね、やってますけども、まあ、本日7月の26日、2016年7月の16日、あ、26日なんですけどね。なんですか、障害者施設に、なんか男が侵入して、元職員が侵入して、たくさんの方の死傷者が出たというね、ちょっと凄惨な事件、まあ近年まれに見るっていう状態なんでしょうかね。まあ最近だと秋葉原かなんかでしたっけ、刃物持ってね、無差別に刺しまくっちゃったっていうのもあったと思うんですけど、ただ人数的なので言うと、ここ最近ではそこまで多い人数はなかったのかな。今回は現在分かってるので、すでに19人の方が亡くなって、で20人以上の方が、怪我をしてるのかな、重傷者ということで発表されてますけど、こんだけ多い人数をいっぺんに、刺して回っちゃうような、そういう大きな事件はここ最近はなかったんでしょうね、多分ね。そんな感じのこと言ってましたね。で、古くはなんだっけ、映画で言うとあれか、八つ赤村の元になった、トイムツオ事件かな、ありますよね。30何人殺しちゃったのかな、一晩でね、村人たちを次々に、殺害してしまったという事件があって、まあ、それ以来ぐらいの人数なんでしょうかね、今回ね。八つ赤村になった舞台のあれはもう昭和初期ぐらいの事件ですから、結構前ですよね、確か。で、その頃はね、意外とそういう凄惨な事件がね、結構続いてたりしてたみたいなんですよね。ちょっといろんな手記をね、手記を読んだわけじゃないんですけど、まあ今回の事件でなくね、その昔の八つ赤村の元になった事件について、私ミステリー小説好きで、結構読んでまして、で金田一耕助がね、まず好きだったので、その八つ赤村も読んでました。映画も見たことあります。映画はあれかな、2本ぐらい、あ、2本じゃないか、2本か、八つ赤村自体は。で、あとね、たまたま読んでた、なんつったかな、島村誠二さん、違うな、あれ忘れちゃった、作者の名前、
なんつったかな、島村誠司さん、違うね、ちょっと違うかもしれない。過去にあの名前出したことあると思うんですけど、そういう作者の本が好き、ミステリー作家なんですけどね、好きで、でその人のね、あの書いた中にもあの同じ題材にした小説がありまして、でそっちのはね、あの実際の状況が書かれてまして、かなりね、詳しく調べて書いてあったんで、そういうのを読んでやることがあるので、その富睦男事件についてはね、あのちょっと興味があって、あのいろんな手記をねその後見たこともあったんですけど、まあこんだけたくさんの人を、ね、殺してしまうのはそれなりのやっぱり本人なりの理由があるので、今回の事件もね、あのやつをやったっていう言ってるみたいなので、よっぽどなんか理由があるんじゃないかなと思うんですよね。10匹終わりました。走って戻ったのあれかな、ちょっとね凄惨な事件なんで、うん、でまた障害者の方をね、やっちゃったってことでちょっとかわいそうかなと思うんですけどね。自分ではね、逃げられなかった人たちもいたみたいなのでね、ちょっと悲惨な事件ですよね。とまあちょっと悲しい寂しいお話をしてしまいましたけども、そんなつもりではなかったんですが、何も考えないと思ったことを言ってしまう、それが、語りルームでございますしょうがないですね、何も考えてないんだもん。まあそれを考えてたといえばね、そういうことですよ。それを話そうかなと思ったのかな。はい、ではね、話題を変えましょうね。ということでバナナさん、レベルアップ、レベルアップ。はい、レベルアップ、レベル91になりました。バトルマスターね、レベル91で残り65万、まあまだ10万以上あるのかな、カンストするまでね、頑張っていきましょう。で明日はイベントなので、あさってあたりはイベント動画、あさって、そうですね、あさって、まあこの動画を見てる方は明日難しいね、時系列が難しいですね。明日の動画はおそらくイベント動画になるかなと思います。でその後はね、ちょっと仕事の状況を見ながら、できるだけ時間のかからない動画にしたいと思ってるんですね。それは8月1日までが超忙しいので、その辺まではちょっと、短めの動画でやっていこうかなと思って、ストーリーはねなかなか進められないかなと思うんですね。ストーリーで一発でね倒せるんであればストーリーどんどん進めていくんですけど、おそらくね一発ではねどうにもならないと思うんですね。何回かやって勝てた動画を出す形になると思っているので、ストーリーの方が進まないんですよね。でまあ8月1日を過ぎれば、通常の勤務に戻りますんで、大丈夫だと思うんですね。本日もね、本日夜勤なんですね。なので、夜勤明けでイベントっていうのをお話ししたと思うんですけどね。すでにもう眠いのでね、今日朝なんですけど、撮るだけ撮って編集だけして、ひとなりしてからね、行こうかと思っております。夜勤がね、勤務先で寝れればいいんですけどね、寝れないんですよね、うちの夜勤ね。それがちょっと困ったもんだ。って感じでね。ということで、まあちょっとね寂しいお話もしましたけども、レベルアップを無事に果たすことができました。でそろそろチーム服の色を変えないとなっていう、チーム服の色を変えるのをねすっかり忘れてましたよね。
まあ、ちょっとイベントの方でね、そういう話ができればなと思います。ということで、最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございました。